ネイホー、中国講習のマンヌファミリーです。今子供たちと一緒にメキシカン料理に来ております。今すごい微妙な時間なんで全然人がいない。今何時？何時か休日の3時半にがっつりメキシカンを食べに来ております。ここめっちゃ美味しいよね、ここはね本当にあの本場のメキシカンが食べられる数少ない場所でして、すっごい外人が多いよね。今も後ろに外人が座っているし、さっきもグループがずっと英語で喋ってたね。今日のご飯はなんかね、いろんなソースに使ったブリトーと牛肉パプリカ炒め、はい、ディップナチョスですね。チュロス、あ、そうそう、今日はチュロスも頼んでおります。もう中国に来て3年ですけど、大変だと思うこと教えてください。中国人は何て言ってるか分かんないから本当にうるさい。普通に並んでるのに隙間あったらすぐ入るっていう。そうだよ、中国人の子供ね、あの外人だって分かってるのに普通に中国人語で話しかけてくる。そうだよね、結構しつこく絡んでくることあるよね、うん、やっぱ日本のキャラとかアニメ結構見るよね。ちいかわ、うん、いや、ちいかわね、あのぬいぐるみとか缶バッチとかあるかな。ぬいぐるみはない、なんかぬいぐるみとか、ちっちゃいぬいぐるみがあるよね。ペンケースとか、あ、ペンケースとかね、ペンとか、たまにブラシとかね、うん、ポケモンもめっちゃ流行ってるよね。やっぱ幼稚園生から小学校低学年ぐらいの子、だいたいポケモン知ってるよね。知らない人いないよね、きっとね、学校で。ピカチュウとかも結構売ってるもんね、どこでも。あのコナンとかも有名だよね。呪術廻戦も結構人気だよね。がっつり頼みすぎまして、まあもともと持って帰ろうともさ、あの中国はね、残ったご飯はダーパオって言って家に持って帰れるようになってんだよね、こういう箱で。ちなみにこのダーパオ持ち帰りはなんかこの箱代だけちょっと取られるよね。なんか1元とか2元とかお店によるんですけど。ということで今日のお店はバンディードスというお店でした。ちなみにですね、ここの通りはアメリカ領事館が近いので、まあ、外人がね好きそうなお店が、飲食店が並んでいる通りで、この辺りはねやっぱ美味しいお店が多いですね。ちょっとあんまりここからと見えないけど、あー、ワンちゃん、野良犬、え、野良犬じゃん。そうだよ。え、ま、この辺りは飲食店が多いですが、入れ替わりもかなり激しい印象ですね。この左のレモンティー屋さんも閉店してますね。レモンティーはかなり人気で、ここ最近すごく乱立している印象があったんですけれども、やっぱり淘汰されているんだなというふうに感じますね。ちなみにこの辺りだとコーヒーが飲めるカフェ、まあ、ちょっとおしゃれなカフェが何店舗も新しくできてまして、今日見かけたカフェはもう満員で、外に人が並んでいるぐらいでしたね。ということで今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメント、そしてスーパーサンクスも始めました。どうぞよろしくお願いします。